牛乳パックで電気自動車を作りました。後輪は透明カップの底を2つ貼り合わせてビニールテープで巻いた車輪を使っています。モーターはギア付きモーターを1個使います。スイッチは磁石スイッチを使って動かしていきます。蓋をします。磁石をスイッチに近づけます。